ウィーバー。どうも、現代忍者タクです。忍者犬の犬丸です。えー、ねえね、なんと浅井星美さんっていうね、すごい一族の娘さんなわけ。それでその暗殺術紐解きたいなっていう、ね、無知見とかそういうのね、あちゃ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 っていうあの感じだ、あちゃはははってね。じゃあお呼びして話聞こうよ、一族に。いいね。じゃあ浅井星美さん、お願いします。お願いします。こんにちは。で、一族身を守るっていう歴史を教えてもらっていいですか。浅井一族の歴史は実に短くてですね、はいはい、うちの父が一代で築き上げたものでして、もともと松濤館流っていう大きな空手の流派のうちの一つなんですけども、そこの松濤館流で作った船越義珍先生もちろんのこと、その下の中山先生っていう方がいらっしゃって、そこのすぐ下にうちの父がいまして、そこで松濤館流の空手を広めよう、台湾だったりハワイだったりに広めて、台湾では一応空手の神様っていうふうに言われてまして、で今現代の空手の元になったいろんな型を42個作りまして、だから規定を作ったりとかしている、なんかあれシステマとか、僕はほら戦闘術なんでそれ聞きたい、はいはい、ロシアにいろいろ教えに行っていて、はい、でシステマの元になったエリアをたんまりと、基本は1代は1代ってことなんですね。1代で2代目ってことなんですね。2代目でも後を継がせないって言われたんでね。そうでしょ、18まで相当鍛え込まれてで18になった時に女の人には継がせないって言ったんでしょ、何のために鍛えてたんだと。あの話もしてほしいんですね。どれ、力道山の、あ、力道山、はい、うちの父拓殖大の空手部でやっぱり強いって言われておりまして、その当時力道山がやっぱりね、日本で一番強い、じゃあ浅井哲彦と力道山とどっちが強いか、周りの人が盛り上がっちゃって試合を設定したんです、その試合で日本一が決まるぞって盛り上がって、試合の前日に力道山が刺されてしまったということで、試合がされず、どっちが強いかっていうのはそのまま闇の中に行ってしまったというね。小柄な方だったんですよね。そうなんです。身長も小さくて、あって162だったんですよ、正直。で、体も細くて、いかにして敵を倒すか、間違えた、敵を倒すか、ちっちっち、身を守る、ね、守るか、うん、身を守る人が挑戦状で戦うのか。父はちょっと変わってても、技にストイックに行く人なんですよ、日本の空手界にはちょっと異端児って言われており、だって指とかも相当鍛えたんじゃないですか。相当、結構あの火で炙った鉄の古釘よく缶に入れてついてましたからね、ついてました。だからあの時代の人ってなんかストイックでやっぱ強かったんですよね。そうなんですよ。で、フェッシっていう武器、はい、どういう風にしてお父様が開発されたんですか。何かあの手の中に隠して攻撃をするのに、相手が武器を持っていたりした時とか、どういうふうに対処するかっていうことで、素手の中に隠してなんか面白い武器を作れないかっていうことで、作って作って作って最終的に鉄心ができた、ついても殴ってもいいようにと。なるほど。そうで、ある一説だと知人の格闘界で有名なとある方がおっしゃってたんですけど、それを真似てやっぱり武器が開発されたみたいで、使い方とその実演今からね見せてやるから、はい、じゃあそれ行ってみよう、行ってみよう。タクチャンネル。浅井家に伝わる鉄矢っていうんですね。鉄矢、はい、うん、この使い方見させてもらっていいですか。はい、はい、これあのうちのお父さんのね、サイズになってるんで、はいはい、ちょっと大きいんですけど、はい、これもう見えちゃうやつなんですけど、回しながらも使えますし、はい、相手が来た時ナイフとかも来た時も返した後にそのまま、なるほど、実演でお願いいたします、はい、っていうことですよね、はい、ラセの動き、はい、これでここを作ると、はいはい、これは見える方で、こっちはもう完全に暗記なので、隠してて避けたけどこれで刺すみたいな、うん、これちょっとウェーブ使ったら、はい、こっちで入ってる、入ってる、入ってる。今の使い方バッチリです。最初いいね、最初いい、これやばい、いいね。浅井空手とウェーブ自体が意外に相性いいかもしれない。でもね、うちのとこにもね、暗記でこういうのがある、ペンみたいなやつがね、これがね、はい、浅井一族に伝わる鉄矢でございます、はい、ありがとうございます、はい、なんか違う技だな、ちょっと危ないですけどね、はい、で、もうあとはこう、はい、倒していけば、うん、あっ
で、ここも一番のこの辺ですよね。これはもう恐ろしいですね。恐ろしいですね。何も持ってないかと思ったのもそのままこう、こういう風になる。手の内を隠してるわけだからね。で、手のこれはちょっとしたおしゃれな指輪。ガスガス、はい、これが手首です。ただ指フィットしてましたね、うん、指入れた時そのやっぱ歴史をね。同じものが2個ずつだったら1個差し上げたんですけど。嬉しいな。じゃあ作ったらください。あ、わかりました。お父さんがやっぱり大切にしてください。ありがとうございます。ムチケンって言ってね、指で相手の肋骨の中に入れてったりとか、鎖骨の上かな乗せてドーンって心臓に負荷かけたりとか、そういう技が多くて、少しでもラーセンの動き、ウェーブ使ってやれたりしたら面白いなと思ってるので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、浅井空手超刀流、どんな技か、じゃあまず紹介してもらっていいですか。はい、前田真嗣くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だけどうちの人間もね、もらい慣れてるから使ってください。ぜひ。だいたいパンチって螺旋なんですよ。そうですね。まっすぐ組むのに対してはまっすぐ出すだけで、このままこう螺旋で倒していくと。なるほどね。ゆっくりお願いします。ゆっくり反対の回転をして相手も止めます。止めることによって自分の体重を前に乗せれば、相手が自分の力でいなくなるので、それに対して速やかに急所を狙っていく、もしくはこう来た螺旋の動きのまま螺旋でそのまま倒していく。と自分の力はほぼ使っていない。つまり、はい、はい、はい、お願いします。つまり相手がパンチ打ってきた時に半回転させて急所を狙う軽度脈ですよね、はい、僕らウェーブだとこっち入っちゃうんですね。あ、はい、ってことじゃなくて、意外に相手のパンチと一緒に擦り込むってことなんですね。そうです。で、回転させると、はい、回転させる。なるほど。これちょっと一回ウェーブ足してみていい？はい、気をつけてね。じゃあウェーブ入れてやってみます。お願いします。おお。生きてる、生きてる、生きてる。もうラーセンとウェーブ相性がいい。もっと教えて。おし。何がいいかな。例えばこう、相手がパンチしてきたのを回してきた、そのまま回していくっていう。うん、そうするとガチって止めないで、うん、回してストンと落とした。回して回すことです、はい、こう回すことによってパワーが倍増する、ここで自分がしゃがむだけ、太くて立てばもう当たるので、うん、これの原理も詳しく教えて。はい、こういう螺旋になってます。こういう螺旋、はい、肩甲骨から全部こういう。でも本当はそれ指なんだよね。そうなんです。その指っていうのもちょっと見せてほしい。これちょっとつけてください。こうこういう、はい、顔とかになんと指を全部、指で目や頸動脈を切る、ね、あとこういうところだと健康、結局関係ないじゃんこれじゃあちょっとうちの人間でやってよ。こういうところにこう入ったら、ここをそのままグッとここが折れるじゃないですか。はい、はい、折れます。あとこういうところグッて入れたら、こう、ここにスコンってこう、はい、はい、入ればね、節の入れる深さによって、相手の体内に起こる気の乱れが何日か後とかに体調崩していくっていうのを、こういうところとか、こういうところとかあるじゃないですか、うん、そういう計略をこうっていくと、指の節でどこまで入れるかと、はい、そしたらここまで入れる時もあるんですか。は多分こう、もう肋骨とかでしょうね。肋骨の間に思いっきり入れて、こうグッ、グンってやるんですって、うんうん、これをグッて入れてグッ、そのままグンってグイグイ肋骨まで入れちゃうんだね。そう、入れちゃうんです。ちょっとさっき見たのがポンってだけやってみてよ。大丈夫なところにしよう、大丈夫なところでちょっと。どこ大丈夫かな。この辺で、はい、どんな感じですか。指じゃないですか。本当下はされてるぐらい重いですね。この止め具合でちょっと変わったりするんですよ。これも螺旋になってるので。どこで螺旋になってるんですか。ここです。ここの入りがゴンってなってるので、割とこっち力使わない、うん、だ結構面白いんでね。力を使わないでしょ。俺たちウェーブはウェーブ使ってるから、ものすごい短い時間しか戦えられないんです、ね、あ、そうなんですか。だから1秒とか2秒の世界とかで、その間一瞬で殺すために使われてるんで、けど逆に言うとやっぱ結構戦っていられるんだなっていう。あの小さい子ちゃんが考え出したから、ぐらいそうそう、知性よ。てかダメだ、この一族いじったら怖いわ。ダメよ、ね、怒られるでしょ。全然危ない、今もう暗殺命令が来そうな。ない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 。もうね、やっぱ一族はちゃらけちゃダメ、ね、せっかくつけてる、ね、うん、こう入るとこう本当は脳天なので、はいはいはい、このままこう絡めることによってこうドンってくるよりも、うん、余計こう衝撃が、うんうんうん、わかりますわかります。っていう、あとは
このままこうずっと入ってたら帰りにしといて足を肘折れと、はい、足ちょっと失礼いたします。こういう感じですね、はい、ただここ、はい、踏んどけばこの膝がいけますよね。そのさ一瞬にそこまで入るってすごいんだよね。であと肘がでこのまま私が回転すれば足も肘もこのままいけます、ね、で頭もこう今外しますけどバキンっていってここもこういけるので、うん、それを一連の動作でゆっくりで、はい、こう入って、はい、でこう手を持ってこうで足でもうここで、うん、こうですね、うん、これをこう、はいはい、入ります、はい、でこっちにもし折るんであればこのまま、はいはい、うん、ここを回したままいけば、はい、ちょっとあの痛そうだなこれも螺旋なんです、うん、はい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 、ホテルはな、はい、本当にホテル、あとこのままねゴンゴンでもいけるんで、うんうん、なるほど。だから意外に自分の力を使わずに、まあ、体の回転使ってやってるってことですね。そうですね、はい、だこれ身を守るための技って言ってましたけど、はい、やっぱ暗殺術ですね、うん、身を守ってます折って折って折ってって言ってましたからね、次の動きを封じないと反撃されますから、うん、あそうだね、そうそう、一箇所じゃないからね攻め方もね、うん、ちょっとテーブルでね、はい、テーブルでずらしてこう入る、はい、そうですそうです、そうです、それで足を動かす、はい、そう、なるべく人物にタックルするようなつもりで人物に降ります、ね、はい、と、はい、これちょっと待って、ウェーブ使ったら折れますよ、折れるわこれ、じゃあ見たかったな、これダメだわ、ウェーブ使えないわこれで、危ないですね、危ないわ、一発折れるわ、ちょっと違うやつにしましょう、どれにしようか、あ、あれは連打適当に打ってもらって、うん、やっぱ急所なんでないとこを狙うんですね、せっかくつけてるのにほとんどこっち行っちゃってるからえ、だからここにあるからこの時に避けちゃうんだよね、そうでしょ、このあの会話あるからあ、ごめんごめんいいね、さっきのさ、うん、攻撃の下のやつあったよね、うんうん、それが、はい、こうやってるってこと、こっちからこう下ろして、こっちから下ろしてるね、グッと上げて腰投げ、もうちょっと上から、もうちょっと上から、そう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 、こうやってやってることはこの螺旋ですね、そうです、はい、あら気持ちいい、これはいい、ここに相手の手がガツッてきてるかどうかも全く感じない時があって、それの時が一番気持ちいい、そう、一番いい時です、はい、これにウェーブ足したらどうなるかってやってみてもいい、お願いいたします、うん、でも これにウェーブ足すと習慣みたいな感じになった、これは融合できてるかもしれない、お、うん、イエーイ、でそんで次の攻撃やると見させてください、はいはい、このまま空全部ですね、あ全部入れるつもりでいくんだ、こうここも、はあはあ、すごいね、ちょっと連打で今のちょっとね、はい、お願いします、あここからの螺旋なんだよね、肩甲骨っていうよりも本当に力がいらない、女性でも絶対いけるよね、でしょ、女性には向いてると思うね、この技は難しいは難しいけど、うん、練習すれば力がない女性でも絶対できる、汗からでっていうのもね、女性に勧める力が全然かからないでしょ、素晴らしい、うん、ウェーブはもう完全に肩甲骨買うからね、まあ逆に女性が使えたらそれは強くなるんですけど、ね、ウェブやったりするね、うん、できないなこんな人にできるようになったら終わりだよ、大勢倒す下りとかはないんですか、やろそれ、大勢戦うやつやってもらいましょう、うん、素晴らしい、もちろん肩甲骨も使ってるけど、この螺旋なんだよね、そうですそうです、あとね、アラ踊りみたいな構えになってたねこれね、この構え、ここら辺に隙ができるから、でもあえてこの構えで隙を作ってるっていうね、で俺たちもそうなのね、俺たちはこうでしょ、つまり、うん、狙わせるところをしっかりさせる、うん、例えば俺たちはまっすぐだからこの金的とかやりやすいじゃん、ああそうそう、その時にこう、暗殺術だよあなたとか、いや、身を守る術、なんかちょっと怖いね、浅井さんとかやったら習うと女性でも強くなれると思います、ありがとうございます、はい、それではここで締めさせていただきます、はい、いやすごかったね、肩甲骨から波を起こすというよりも肩、肘から螺旋、特に肘の動きとかも大切なんだろうなとか思ったよ、指の関節まで入れていくっていう、すごかった、うん、でも結構気になるの、うん、これは何ですか、100チャンネルですよ、あなたが動かないでどうするんですか、え、俺が星見さんの技を使ってやられ役の人とじゃあ戦えばいい、違う、だってせっかく良い人が来たんだよ、戦ってほしいじゃん、たださ、これ現代忍者、子供
動物、女性、優しいのが売りでございます。あの方、女性でございます。え、でも強いよ。男に見えるかもしれないけど女性なんだよ。おい、もしかしたらタクちゃん負けちゃうかもしれない。やってみてよ、ちょっと。じゃあ、ウェーブで耐え忍んで避けるっていうのどうだ。耐え忍ぶウェーブ、うん、そう、ウェーブの防御。いいね、新しい風が吹くね、それ。じゃあ、やってみよう。やってみよう。お疲れ様でした。あのね、避けるだけしんどい。だってめっちゃ強かったもんね。あの、大体ね、球を指で2回ぐらい振られたからね。あれ、俺がね、ガードしなかったらなくなってたよ、球が。あら、うん、私もしかしたらもう取られてるかもしれないわ。まあ、しかしね、下からの球をえぐり込んだかなと思ったら目を狙ってくる。やっぱ軌道読みづらかった。そうだね。いや、本当に受けだけやるって大変だね。そうだね。